河野太郎、ツイッターでの発信続ける。先日、河野太郎防衛大臣が記者会見を開き、防衛省、自衛隊、防衛政策について、ツイッターで発信をしていきたい。柔らかいツイートだけではなく、そういうものにも目を通していただけたら嬉しいと発言をされました。この河野大臣、 Twitter での情報発信を行われており、防衛大臣に就任した後、その直後からですね、このように防衛大臣としての情報発信を開始されております。こちら、こういった河野大臣の情報発信、非常に役に立つものばかりであり、まあ、さらにこういった 河野大臣の日頃のツイッターでの発言を見ておりますと、この大臣の仕事というものも、その仕事の裏側といえばいいのか分かりませんが、そういったものも見えてきますので、河野太郎大臣には防衛大臣になった後も可能であれば、ツイッターでの情報提供を このまま継続していただき、国民の皆様に必要な情報を提供し、河野大臣が大臣として何をやっているのか、国民の皆様に日頃から説明していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。